京成線10分駅付近に来ています。単線で、1時間に1本ぐらいの電車です。吊り橋、商店街には、スクーターが200台湾ドルで、貸してくれるそうです。吊り橋を渡ったところに、南山石バス停があります。ここに来ると、台湾市内まで走っている、795バスもなども、平京線と並行して走っています。これらを駆使すればツアーなしでも平京線を楽しめると思います。以上。